俺だよってことで、どうもおはようございます。こちらこんばんは、レオジンと申します。モンスターハンターワールド実況プレイ取らせていただきます。よろしくお願いいたします。突然なんですけども、僕レオジンはですね、とてもガンランスが大好きな人間でして、まあ今作のゲームでもガンランスしかほぼ使ってないまである、本当にガンランス愛好家の一人なんですけども、僕の動画を通してですね、いろんな方がガンランスを知って、まあ、触れて、使ってくれてるというコメントをですね、多数いただいております。レオジンさんの動画を見てガンランス始めましたとか、レオジンさんの動画見てガンランスを、使ってみんなに広めましたみたいなね、こうたくさんの、ね、方がコメントを残していただきましてね、本当にありがとうございます。もうね、ガンランスの魅力を一人でも多くね、こう知れ渡ってくれたかなと、心の底から思っております。まあ、そんな中でもですね、コメント、まあ、たくさんあるんですけども、特に目立つコメントがね、どのガンランスが最強ですかっていうね、ご注文はウサギですかみたいな感じのテンプレートなんですけど、まあね、特に多い、どのガンランス使えば最強なのっていうね、どれ最強どれみたいな多いんですよね。まあ、タチでいうテンテンみたいな感じなのかな、おそらくね。あんまり俺ちょっとわかんないですけど、チャージアックスでいうタイラントブロスみたいな、でガンランスで言うと何みたいな話になってきますけども、まあガンランスで何って言われたら、まあ、強いて言うならガイラバスターですね。マム太郎との報酬武器の登場によってほとんどのガンランスが終わってしまったんだよな、あれのおかげで。まあまあ全然悪いことではないんですけど、うん、悪いことじゃねえんだけどな、生産武器のほとんどがね、ガイラバスターに負けるっていうね。もう大惨事なのかな、うん、ちょっとうまく言えないんですけども、まあ今回はですね、ちょっとガイラバスター出た後なんでちょっと難しいんですけど、生産武器の中で、ガンランス生産武器の中で優秀な武器をね、紹介していこうかなと思って今回動画を撮ってるんですけども、まあね、ガンランスという武器はですね、ガンランスと装備、まあ2つあると思いますけども、ガンランスに合わせて装備を作っていかなきゃいけないんですよね。まあ、例えば僕が持ってるこのロイヤルバースト、まあね、フルバループが非常に強いガンランスなんですけども、まあ、こいつに合わせた装備を作らなきゃいけない。まあ、なので非常にね、手間のかかってめんどくさいんですけど、悪く言えばめちゃくちゃめんどくさいんですけども、まあ、それが噛み合った時はね、最大限ガンランス、引き出せるんじゃないかなと思います。では早速ね、生産武器の方から説明していきましょう。まずはこいつですね、消滅の主火、攻撃力483、切れ味が青ゲージ、回心率0の、竜属性150、竜風力が大、砲撃タイプ拡散の砲撃レベル、レベル2ですね。竜風力っていうのは、まあ、対古竜に対して効果的で、まあ、ひるみやすくなったりとか、怒り状態解除したりとか、なんかそんな感じの効果がついてるやつだったかな、なんかおまけみたいなもんですけども、まあ砲撃タイプが砲拡散のレベルが2なので、まあクソゴミですよね。砲撃に関してはクソゴミなんですけども、まあ、高い攻撃力と切れ味を生かして殴りガンランスと、言われる戦い方の筆頭になるガンランスですね。まあ、とにかく殴って殴りまくる武器だと、割り切った方がいいでしょう。まあガンランスはね、砲撃使ってバーンって撃ったりとかするんですけど、この武器を使うときはそれを一切しないで殴った方が早いです。なのでね、まあ、あとはですね、スロットが、スロー2が1ついてますので、弱点特攻とか、超回心とかが載せれるので、武器自体に、まあ、カスタムの幅が広がって、まあ、装備も作りやすいのではないかなと思っております。ロイヤルバースト、攻撃力437、切れ味が青ゲージ、回心率 15%、 毒属性330、砲撃タイプが通常型のレベル4、スロット1空いております。まあ、生産武器の中で最も、プレイヤー使われてる武器かなと言われるぐらいすごく強いガンランスですね。まあ、フルバーストをループする、まあ、コマンドが、まあ、コンボがあるんですけども、ガンランスには、まあ、それの瞬間火力バンバン出せる、もうとにかくフルバするためだけに生まれたんじゃないかなと言っても過言ではないぐらいとても強いロイヤルバーストですね。まあ、ガンランスを始める方はまずこの武器を作ってから始めていきましょうね。そのぐらい強いです。まあ、僕も未だに愛用してます。マジで強い。
シュラムバスター3、攻撃力437の、水属性が360で拡散型レベル3スロ1空いてます。これはジュラトドスのガンランスだったかな。攻撃力自体は、ロイヤルバーストと変わらない437なんですけども、まあ、拡散型なので、流撃砲と通常砲撃が非常に威力が高くてですね、まあ、流撃砲に対してはもう、3ヒットするんで一発120ぐらい出るぐらいとにかく強いんですよね。結構隠された名武器なんですけども、まあちょっと青ゲージがね非常に少ないんで、まあ、匠で上げなきゃいけないので、確か匠4で白ゲージだったかな、なんかそんぐらい積まないといけないので結構重たいので、装備はかなり縮まるんじゃないかな、縮こまっちゃうというか、こうなかなか作るのは難しいんですけども、まあかなり優秀ですよね。拡散型レベル3なので、あの月砲撃という戦い方が主流のガンランスになりますね。あとカスタム強化レア度6なので、カスタム強化3つつけれるので、まあ、全部つけたら、まあ、他の武器にも劣らないぐらいあのいい武器になるとは思うんですけども、ガイラバスターの登場によって、こいつは惨敗となりました。胸よ。バゼルバスター2、攻撃力460の切れ味青がちょびっと、回心率マイナス 10%、 爆破属性210でスロー1相手の拡散型レベル3、先ほど紹介したシュラムバスターの爆破属性バージョンと思っていただいたら分かりやすいかな。で、切れ味ももちろん匠で上げないと白ゲージは出ません。で、回心率マイナス 10% なんですけども、カスタム強化の回心率強化やったかな、回心率をつけることによって相殺可能です。で、拡散型レベル3なので、シュラムバスターと同じように、月砲撃の戦い方が主流になってくる武器ですね。爆破属性があるので、まあ、固定ダメージが与えやすいので、まあ、どちらかというと、シュラムより火力とかダメージを与えやすいのかなと、個人的には思ってますが、まあ、テオテスカトル戦とかだ、テオテスカトル戦とかだったらシュラムバスター使った方がいいかなと思いますが、このバゼルバスター2も、とても優秀なので使ってみて損はないと思いますが、まあ、こいつもねガイラバスターの登場によってお蔵入りになりましたね。ガリュージュースをオークイ3ですね、レア度6、攻撃力437の切れ味が青、回心率0の、属性が、これは属性解放して睡眠がつくのかな。で、スロット3、スロットが何？スロ3とスロ2が1個ずつあるのか。で、通常型レベル3ですね。攻撃力自体はロイヤルバーストと変わらない437なんですけども、スロットの数がとてもいいですね。これね、スロ3とスロ2があるので、まあ、とても重たいスキルとかを乗せれることができる、まあ、カスタムの幅めちゃくちゃ広がりますよね。で、あとロイヤルバーストと負けますが、通常型レベル3なので、フルバ型になりますね。カスタム強化も3枠あるので、すごいカスタムしやすい武器にはなりますね。まあドスジャグラスの武器なんですけど、ドスジャグラスガンランスでも優秀でした。ハザクスピサ2ですね、攻撃力460、切れ味青、回心率0、竜属性270の竜風力が中ですね。あの先ほど紹介した消滅の鹿が大なんですけども、今回ハザクスピサは、中ですね。でスロットが2、放射型のレベル3ですね。消滅の鹿と比べますと攻撃力自体は低いんですけども、ハザクスピサ匠に乗せることによって白ゲージ出すことができるので、白ゲージで殴った時はこっちの方が威力高かったはず、確かね。で、あと放射型レベル3なので、まあ砲術乗せたらフルバデとかで機能はするので、まあ砲撃を絡めた残ね、あの砲撃を絡めた月かつ、まあ、竜属性も高いので、まあどっちがどっちなんやろな、消滅の鹿とハザクスピサ、スロット数も一緒なんで、ハザクの方が優秀かなと僕は個人的には思いますね。青ゲージになったら多分消滅の方が強いんでしょうけど、匠白ゲージ運用だったらこっちの方が強いんじゃないかな。あとカスタム強化が2枠あるので、まあ、カスタム次第では消滅よりかはハザクスピサで殴った方がいいかなと思います。まあ一応放射型レベル3なので、両刀型になりますが、殴りガンランスの方が多く使われているかなと個人的には思います。とても優秀な武器です。
ジャナフキャノン3、攻撃力483、切れ味が青、回心率マイナス 20% の非属性450、放射型レベル3、まあ、ジャナフ、アンジャナフのガンランスなんですけども、この回心率マイナス 20% カスタム強化全部をですね、回心率にすると相殺可能ですね。で、非属性が450の放射型レベル3、あの同じ非属性のガンランスに、ブルーチャリオットっていう武器があるんですけども、回心率が、なかった場合、白ゲージ運用でジャナフの方が火力出たかな、確か。非属性のガンランスやったらこっちの方が強かったはず。ブルーチャリオット見た目強いからなビジュアル面的にあっちの方がぶっちぎり勝ちなんやけど、まあ運用するのであればジャナフの方がいいかなと思いますね。まあ非属性450なんでね、非属性が弱いモンスターに対してはもう無類の強さですね。ただ回心率マイナス 20% が非常に重たいのと、切れ味がちょっと不安なので、まあカスタム次第ではありますね。マグラハトですね、なんていうんだこれ、仰天同地マグラハトですかね、攻撃力460の切れ味が緑です。緑だよ。回心率マイナス 10% の爆破属性420、この武器には防御力ボーナスプラス20ついてて、放射型のレベル4ですね。生産武器の中で放射型のレベル4はマグラハトだけですね。ため砲撃と呼ばれる戦い方を主流としたガンランスですね。ため砲撃すると、まあ、大体100ぐらいですね、固定ダメージ相手に与えることができます。まあ、マグラハトですね、まあ、切れ味緑とはいえ爆破属性400のですね、まあ、防御力も乗ってるし、まあ、放射レベル4なんで、まあ、かなり優秀なガンランスではありますね。放射型の中では優秀なんですけども、まあ、レア度8マグ、ドラマグダラオスのガンランス、残念ながらガイラバスターに全て持っていかれまして、あのバゼルバスターと同様お蔵入りになって、惨敗となってしまいました。本当に悲しいな。ダオラブリジャ、攻撃力414の、切れ味が青、回心率 10% 氷属性240です。スロットが3の1か、スロ3の1ですね。で、放射型レベル3ですね。クシャルダオラのガンランスなんですけども、まあ、攻撃力400オーバーの青ゲージですね。まあ、あの数少ない氷属性なんですけども、まあ、もうビジュアル面的にも、まあ、威力的にも、まあ、回心率的にもですねまあなんか平均よりちょい上みたいな感じですね。まあ、氷属性のガンランスを使うんだったらダオラブリジャー一択かなというぐらいですかね。まあ、スロット3があるので、まあ、カスタム次第では幅が広がるんではないかなと思います。あとビジュアルがめちゃくちゃかっこいいんでね、作ってみて実際に装備してみてください。盾がマジで活かす。防獣装グラグリードですね。攻撃力529、切れ味が青、回心率マイナス 30%、 流属性240、流風力が240か、240流風力が大、放射型レベル3。イビルジョーのガンランスですね。攻撃力500オーバーしてるのはこいつだけですね。で、回心率マイナス 30% なんですけども、まあ、渾身スキルとか、まあ、回心率を上げるスキルで相殺可能なので、まあ、実質、まあ、ゼロと言っても過言ではない。で、カスタム強化ででもね、消すことができるので、まあ、そこはうまくやりくりして、回心率を消すか、もう回心率のマイナスなんか知らねえよってことで攻撃スキルですね、もうモリモリ持っちゃって、まあ、戦うかのどっちかですけども、ネルギガンテガンランスですね。消滅の主火と同じように流風力大ついてるので、消滅の主火よりかは強いかなと思いますかね。イビルジョーのガンランスとにかく殴り特化ですね。まあ、ただ見た目があんまりよろしくない、なんかちょっと売れたゴーヤみたいになってますんで、まあ、ちょっと戦いってる時にちょっと気になるかなとは思いますが、まあ、見た目を気にしない人だったらね、まあ、この武器使った方がいいかなと思います。ただハサクスピサとグラグリードを比べた時はかなり難しいですよね。カスタム次第かなって感じなんですけども、まあ、殴りガンランスだけで考えたらグラグリードに軍配が上がるかなと思うかな俺は。やっぱ流風力大ってのでかいんだよな。まあ、ただ対古流戦だけやからな、それは非常に難しいんですけども、まあ、殴りガンランスの運用する殴りガンランスを
運用するんだったら、まあ、グラグリードかハザクスピサー、あーまあネルギガンテも全然いいんだけど、の3つになるかなと思います。これで以上ですね、まあ、特に強いガンランスっていうのは、まあ、他にもまあいいガンランスもないことはないんですけど、まあ、これですねブルーチャリオットとか、まあ、ないことないんやけどあんまりパッとしないんすよね申し訳ないんですけど、まあ、あとなんかやっぱワールド武器の種類少ないんで、まあ、どんどんこう 消去的にいけばもうねやっぱりもうロイヤルバーストになってしまうんで、まあ、ロイバかグラグリードハザクあたりになってしまうんでね、まあ、それ なんでかっていうと、まあ、ロイヤルバーストが強いっていうのもあるんですけども、やっぱマムタロとのガイラバスターという武器の存在がでかいですよね。もうほとんどの生産武器がそいつに負けてしまうっていう、もうとにかくねガイラバスターが悪いとにかくガイラバスターが悪い。特にガンランスは、いや優秀なのはいいんですよ、すごく優秀なのはいいんですけど、それのおかげで生産武器作る必要がなくなっちゃったってのはやっぱどうなんだっていう、いやまあまあ いいんだけどなんか違うんだよな俺の中ではなんか違うんだけどな、まあ、ちょっと愚痴みたいになりましたけども、まあ以上のガンランスがね、僕が個人的に、まあ、ガンランス使ってみて特に強いガンランスではないかなと思った紹介でした。まあ、たまにはねこういう動画もいいかなと思いまして、まあ、作ってみましたが、皆さんはどのガンランスが好きですか？まあ、ビジュアル面的もそうですし、まあ、性能的もやっぱロイヤルバーストかなとやっぱ思いますけども、まあ、僕個人的に好きなのはこのクロムガンランスっていうこの見た目かっこよくないですか、これこのあれ見た目が映らんな、こうか、このガンランスですね。なんかこうザ・ガンランスって感じがして、僕はクロムガンランス見た目すごい好きなんですけど、まあこいつを運用するのはちょっとまだ先かな本当に趣味になってしまうけど、ということでですね、今回の動画はですねガンランスの武器紹介でした。まあ、他にも何かこう個人的に何かこの武器強いですよとか、このカスタムいいですよとかいう風ななんかプラスなねプラスというか、まあ僕も知らないようなガンランスの知識などがあれね、もしあったらねコメントとかに書いてくれたら幸いです。ではご視聴お疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。